ちょっとこれをやってみて、古い大学講義ノート、電磁気学。コロナ社、吉野克美先生と言います。克美先生、池田、これなんて読むんでしょうね、どうも。松尾先生と、コロナ社、コロナ社。なんでこれを選んだかというと、なんかボケてますね、これも。ちょっとノートの取り方っていうかですね、手書きもうあれ P47、イントロダクション琥珀どうやって琥珀を摩擦すれば、軽いですか、これ軽い物質を引きつける性を持っている持っているんですね。で、持つようになる。持つようになることはギリシャ時代か。ギリシャ、遅すぎますかね。時代から、いやでも、れていた。軽い人もギリシャ時代から知られていて、ちゃんとやりたいっていうのがある。一方 On the other hand 磁石庫、英語に直しましょう。磁鉄庫、磁鉄庫、磁鉄庫って、ね、なんて言いますか、磁鉄庫、マグネティックアイアンメタル。磁鉄鋼は鉄アイアンを引きつけることにも、引きつけるアイアン、アトラクティッド、アトラクティッド、後にアトラクターのアトラクティッド、
すでにです。すでに BC Before Century ですね。 Before Century 2000年頃から、シナで知られている。なんか分からへんね。中国です。なんか字がちょっと汚いっていうか読めませんね。チャイナで知られていた known、しかしこれを、写実的ですか、これを完璧に記述されたものはよくわからない。に、記述、written したものは16世紀、16th century、W. ギルバート、ギルバートさん、ギルバート博士が、地球が一つの大きいビッグマグネット磁石なることを論じ He talk aboutAs big magnet, W. Gilbert say, talk, 鉄晶、マグネタイゼーションさせる方法を述べている。